はい、どうもさっくんです。今回ですね、こちら天王寺駅に来ておりまして、時刻はですね22時30分頃でございます。でここからね、今回どこへ行こうかと言いますと、京都駅に行きたいんです。で翌日の4月13日ですけども、京都鉄道博物館で、僕が大好きな金庫型113系の、グッズが発売されるということで、まあ、前日入りする必要もないんですけども、先に京都に前泊してしようということで、なんと京都駅で、宿泊地取りました。でここから何に乗っていくのかと言いますと、一番最終で出ます、京都行きの特急はるかに乗っていきたいと思います。でホームは全然違うんですが、特急はるかのホーム18番乗り場ですので、ここホーム、阪和線のホームですけども、特急はるかの阪和線から来まして、大阪環状線の方に来ますので、18番乗り場の方に移動したいなと思います。こちら京都鉄道博物館の最寄り駅梅小路京都西という駅まで一応切符を買っております。で特急はるかの一応別に違う列車も乗れるように一応自由席にしました。往復購入しまして、明日まで有効の切符を買いました。ミオの入り口なんですけど、ここに、あ、ちょ待って、ここ IC しかあかんのやってもうたもう酔っ払いや一回これ上上がってみようか、やらかい、通れるかな、通れるんやったら通れる、あ、無理か、入れなかったです、ミスったな。次はるか号京都駅出てます。特急はるか60号京都駅、こちら22時50分発18番乗り場ということです。で今回、自由席を取りましたんで、自由席どこやろあと10分ぐらいで行きます。ということで案内が出ました。22時50分発京都駅特急はるかです。今回これに乗ってね、宿泊先である京都駅に向かいたいと思います。もうこの時間だったら空いてるだろうということで今回自由席を取りました。でかつ飲み会だったので、もし乗り遅れたことを考えて次の日の特急はるかに乗れるようにしました。やってきました 281系 はるか号でございます。自由席どれぐらい乗ってるかな、あ、いけるか、あ、大丈夫そうやな、あ、乗れる乗れる、前の方乗ろう、全然乗れるわ、よし、10席5号車と6号車です。次大阪に停まります。はるかご利用には特急券必要です。ご利用くださいましてありがとうございます。この電車は
お待たせしました。特急はるか60号京都行きです。車掌交代しました。新大阪で降りのお客様、お忘れ物ないようご利用になった座席回り、棚の上ご確認ください。大阪通過します。 JR 京都線、実伊田、茨城、高槻方面5番、6番乗り場へ。花手、九方寺方面、大阪東線着きました。同じホーム、1番乗り場です。山陽新幹線のぞみ95号、姫路行き21番線23時23分新幹線改札口へお越しください。ということで京都に到着いたしました。あ、4両編成なんですね。もうここでね電車がいません。ということで山陽線の最終列車4両編成ですね。じゃあこれを見送っていきます。もともと福知山線とか走ってた223系6000番台がダブルパンタですね。冬の時期には両方パンタグラフを上げて、霜取りパンタとして使用するパンタグラフを装備しております。で編成もちょっとねもともと坂の線にいた23とは全然違う、編成番号になっています。 R の200番台になっております。これがね高専線で走っていた113系117系をね置き換えた車両でございます。この他に223系のもともと JR 阪和線を走ってた2500番台もこちらに入線しております。ただそれと一緒に今運用しているようです。佐賀路線の最終列車が発車です。
ぶりついてきてる人がたくさんいるようです。はい、これで OK なんです。旅客列車を終えたらもう一回ひっきりなしに貨物列車が来ます。佐賀の線はもうこれで終了です。で、東海の本線も、米原までの最終列車、先ほど行きましたんで運転は終了しましたと、あのドヤ顔かのように星マークが出ております。もう本当に新鮮です。閑散としております。まだあるやん。大阪行く電車あるみたいですね。まだこれがまだあるようです。大阪行き最終23時56分で、あと安井行きがまだまだあるみたいですね。0時11分は新快速走っている。すごいな、ここ最強やな。北陸方面は終了で、この大阪行き4番乗り場ってことは、7両編成の普通列車ですね。で、新快速、最終から2本前のやつですね。これが来ました。であとはもう全て安行きか、全部安行きしか走ってません。まだね、完全な最終列車じゃないので、まあ、人はそんな乗ってないだろうね。でももう、こんな最終に乗ってね、行きたいような方はほとんどいないと思いますので、もう皆さん、家路を急いでると思います。こんな時間までね、電車に乗ってご苦労様です。はい、ということで、京都駅の、ちょっと南の方にあるイオンとかの、あの辺に、今回宿泊するホテルを取りました。チェックインは24時にしました。じゃあ、あと10分ぐらいでちょうどいいかもしれない。はい、23時58分の、大阪行き最終の案内をしております。というように、京都から大阪へ行けるね、最後の列車、それをね、細かく案内しております。本当に乗り遅れたらね、大阪へ帰れないですので、本当に最後の列車ですということで、しつこく案内をしております。で、近鉄の方も、新玉部駅までの最終がね、12時ちょうどに出るようです。近鉄の京都駅はこちらです。この新幹線ホームの目と鼻の先でございます。これが近鉄のホームです。これがね、最終列車でございます。近鉄京都から、新都内で行ける本当の最終列車、これで、12時を回ると出発のようです。JR の方ももう大阪行きの最終出てきました。そしてこれで新玉部行きの最終出てきます。車掌さんの、確認を終えて駅員さんを閉める準備を始めました。シャッターが閉まっていきます。そしてこれで出発です。この列車が発車と同時にシャッターが閉まっていきます。列車が行ったと同時に煙幕が終了と言わんばかりにシャッターがすぐ閉まっていました。今日
京都駅の金属線最終が終わりましたということで、すぐにシャッターが閉まります。そしてこちらの JR 東海の京都駅、まあ、新幹線なんですけども、こちらはもうすでに23時30分頃に営業を終了しております。さあということで、宿泊予定のホテルに行きたいと思います。なんか置いてあるよ、これ何？確かこっちの方ですね。八条西口というこちらの出口を出たとこに、僕が宿泊予定のホテルがあります。もう最終列車がねほとんど行ってしまった京都駅でございます。もうほとんどタクシーがね最終列車に乗り遅れた人を待ち構えておりますけども、あと安行きが残ってるんですね。米原はもう行きませんが、もう安方面の、普通列車と新快速列車が、最後残っておりますので、まあ、それを逃した人はもう仕方なくもうタクシー乗るしかないと思いますが、新幹線の線路上で、作業している方がいます。最終列車がね全部行ったということで、夜間作業に入っております。まあ、あのように毎日ね終列車が終わったら、線路の中に入って夜間作業に入るという、でこれで、新幹線のね、日常を支えているというわけです。すごいな、本当にご苦労様です。なんとねライトニングケーブルをね僕家に忘れてきたんですよ。接種券とかは持ってきたんですけど、ほんまに何かを思い出した何かを忘れるという状態、もう本当にこの癖なんとかしたいよな、忘れまくりやな、何かを思いついたら何かを忘れるっていう、本当になんやろな、せっかくねこうやって準備してきたのに忘れるという、ちょっともったいないですよね。もうしゃあないですよ、明日のね京都鉄道博物館行ってすぐに、帰る予定ですので、まあ電池もねなんとか持ってもらえると思いますが、まあまあまあいいでしょう。ということで、どこや、どれ、プラザ、京都プラザホテルでしょ、ここ全然違うよな、もうちょっと奥やな、まだまだ奥やな、これ近鉄の当時行った方が早かったかもしれんな、こう見送ってる場合じゃなかったよな、近鉄乗ったらよかったな。これがねちょっと大きいショッピングモールでございます。これの横をねひたすら通っていくで、稲荷祭って書いてあるけど稲荷大社です、伏見稲荷なんです。これの横を通っていきます。まだか、京都駅から、ね、徒歩8分って書いてないけど結構遠いよな、なかなかの距離あるよなこれ、あの明かりがそうかな、ちょっとよくわからん、ちょっとかかると思う。あった、京都プラザホテルありました、ようやく見つけた。この神社の一番その方でしたね。ちょっと徒歩8分なんてザラでやと思ってたら結構かかりました。チェックインに10分ぐらい遅れました。ありました、本日のお宿京都プラザホテルでございます。ちょっと12時回ったから大丈夫かな、一応接種券とかの確認も今からすると思いますので、ちょっと急いでチェックインをします。
入り口が、あ、こっちか。入り口はもう向こうのようです。これが、正面玄関のようです。さあ入っていきます。結構明るいな。はい、ということで、宿泊のホテルに到着です。12時回りました。いや、しかし快適そうやな、ここめっちゃいいやん。十分十分で、クーポンもね今回まだついてましたので完璧やわ。だがしかし、あのし、あれですよ、残念ながらあのクーポン使う前にあのお酒とか買ってしまったんで、ちょっとその辺がちょっと使えるものないかなということなんですけども、ちょっとライトニングケーブル忘れたので、もしかしてそれ使えるかもしれん。ライトニングケーブルないんよな。で、1時までに大浴場入れるんで、急いで大浴場行きたいなと。まあ、ここでも全然行っちゃいいんですけど、こんな感じ。これはちょっとね、狭いな。前泊まった時でもちょっと狭いなって感じたから、できるだけ大浴場に行きたいと思います。じゃあ明日に備えてね、睡眠をとりたいと思います。明日の朝6時半、日付は回ってますけど、はい、ということで、晩食も終了し、歯も磨き終わりましたんで、次の朝、6時半に、起きたいと思います。ということで、おやすみなさいませ。これで引っ張ったんやな。あ、こういうことやな。よし、おはようございます。もうちょっと寝ようかな。あー、もうちょっと寝れるということで、7時まで寝ました。どこや、あれ、ボケてるわ。はい、7時です。はい、ちょっとね、どんだけ寒いか確認したいと思います。半袖と上着でいけるかな。あ、ちょっと、火出たら暑いかもしれんけど、でも朝はめっちゃ寒いな。で、長袖の、服着て、で、その上から上着っていう形ですね。ちょっと寒かった。はい、ということで、ちょっと夜遅かったんですけどね、すぐに出たいと思います。ちょっと今日は出発が遅れましたんで、くそー、クーポン券のやつ悔しすぎるな。とりあえず出ます。はい、ありがとうございました。ということで、出れました。予定より30分遅れでの出発です。くっそ、クーポン券のやり方が全くわからなくて、30分以上手こずって、しかも J アラートもなって、もう何でも見ようないと思ってなんかね、こっち見てるわ、思って。降りも、車内のね、設備もそのままに、関空急時快速のまんまでこちらに転属してくれておりますこんな感じ、一列のところ座れるわけです。
はい、ということで、入館はせずにミュージアムショップへ並びたいと思います。行こう、並ぶしかないわ。うわ、すごい。ブッツ行ってくる。博物館の入り口はこちら右手の方になります。恐れ入ります。このマグネット各3個買ったということで、はい、じゃあこれがもし被ったら交換、被ったら交換ですね、ということでいきましょう。あ、黄色出たか。いいですね、これは岡山ですね。あれ見えん、あれ、あ、カフェか。おー、カフェ出た。カフェ出た。オッケー、カフェ。もう2個目行く、はい、あれそっち、これ何なんかやばいの出見えてるぞ。ちょっと待って、はい、行きます。行くよ、はい、せーの。おー、おこれシクレか。これシクレや。そうなん、シクレですわ。いきなり出たのシクレ。抹茶か、いいですね。抹茶もいいね。抹茶いいですね。当たり。僕的に当たりです。おほほほ。マジ？三発ないもんな。半立てない言うて。当たってもだ。当たってもだ。たもだ。はい、次行くよ。あ、で、あ、せーの。せーの。あー、でも、かぶらなかった。いいですね。いいな、それ。いい感じですね。瀬戸内。ちょっとかっこいいやん。こっちもかっこいい。いいですね。いい。春日。春日食。どちらも被らず、いい感じですね。いいの、両方当たったからよかった。うわぁ、シクレはエグい。シクレすごいですね。やば、ありがとうございました。ありがとうございます。個人的に発表してましたけど、ね、変態シールドビームが良かった。良かったですけど、まあまあいいでしょう。良かったよかった、十分。ほんでこれね、シャバンとこれ抹茶ね。自分でこれやとシャバンが違うので、シャバンはやる。あ、いいやん。はい、ということで、お芋くんともう一人の相方、分かりまして、僕はちょっとこのまま用事を済ますために家に帰りたいと思います。で、帰りの切符こちら、梅小路京都西から天王寺まで切符を買っております。帰りです。往復乗車券で購入してますので、このまま家の方向へ帰りたいと思います。とりあえずね、お目当てのものを買えたしね、なんと、マグネットが、シークレットを当てたってことで、ちょっとね、びっくりです。また乗りたいと思います。自由席を取りました。で、次の駅京都から天王寺まで、自由席を取りました。で、なんで自由席かと言いますと、さっきのあのミュージアムショップでね、乗りたいですよ。乗れなくなった時のことを考えて自由席なんですけど、結局乗れなかったので正解です。
ということで、無事天王寺到着です。113のねグッズを買うために先泊して、なんとグッズに並びに行くという、まあ、旅でしたが、まあ、いかがだったでしょうか。ということでこの動画はここで終了となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価をお願いいたします。また Twitter ブログインスタもやってますので、ぜひそちらもご覧ください。